アートカルチャー部門受賞は女優広瀬アリス様です広瀬様は映画、朝ドラ大河ドラマなどで幅広い役柄や MC をこなし10月にスタートした広瀬様主演の連続ドラマ「マイ・セカンド・アオハル」ではコメディエンヌとしての演技の多彩さが絶賛され新境地を開かれました。これまでは 等身大の働く女性を演じることも多かった広瀬さんは SNS では自分の欠点や失敗談まで率直に発信されておりまして多くのビジネスパーソンの共感を得ていらっしゃいます広瀬アリス様おめでとうございますどうぞご登壇ください 広瀬様の着用スーツはセオリーのスーツですおめでとうございます正面を向いていただきましてフォトコールにお答えいただければと思います広瀬様受賞を受けて今のお気持ちいかがですかはい あのこのような素敵な賞を受賞することができてとても嬉しく思いますあの役者をやっているとこうしてピシッとスーツを着て表に出る機会っていうのがなかなかないので、まあ、緊張しすぎて滝のような汗が出ないように心配 <laughs> なんですけれどもこの時間を楽しみたいなと思っておりますよろしくお願いいたします 広瀬様、おめでとうございます。ます緊張感というふうにお声がありました。けれども、スーツの白のスーツの着こなし、さすがの美しさですよね。ドラマの役柄ですとか、CM などでもスーツを着られている。見ている印象、多いな、という感じもするんですが、今日のスーツの着心地はいかがですか？そうですね、まず、とにかく動きやすいなと思いました。そして、あの。 形がとても体に合っているのですごく綺麗に着れるなと思いましたしやっぱ自然と背筋が伸びますすね。ね。そうですよ、ねはい、緊張感の中でもリラックスして動けるそんなスーツですよね。そうですねこのスーツだったらマイ・セカンド・アオハロだったら、まあ、ダッシュできますね。<laughs> ぜひお願いいたしますさて2023年はとりわけ幅広いお仕事をされてきたなというふうに思います広瀬様にとって2023年この年を振り返っていただくとどんな年だったでしょうかそうですね今年1年はちょっと今までとは違う1年にしたいなと思って過ごしていましてまあ去年 少しし充電期間をいただきましてそこからま大河ドラマそして今放送中の「マイ・セカンド・アオハル」と作品を入ったんですけれどもこれまではもう仕事尽くしの一年にしたいというふうに思っていたんですけれども今年はそうですねお仕事も頑張りつつ自分の時間そして体心も大事にできたらなと思って過ごしていました。ただあの一旦 立ち止まって自分の好きなものだったりうーんこうやって生きたいなとかそういうことがとても明確に分かった1年だったかなというふうに思いましたねご自身のペースで進んでいくことの大切改めて感じた年ということですよね、はい、はい、そうですね広瀬さんも改めておめでとうございますありがとうございましたどうぞご講談ください えー、皆さんこんばんは、えー、本日はこのような賞をいただき、本当にありがとうございます。えー、っと野球界には、えー、名将といわれるたくさんの方がいるんですが、まあ、昔あの、水原茂さんという素晴らしい監督さんがいらっしゃって、えー、人間は弱いものである、えー、だから形が第一である、えー、礼儀とか、挨拶とか、そして服装とかっていう言葉を残していらっしゃいました。でそれを受けてて本当にその監督として スーツ、えー、きちっとした姿っていうのはとても大切にしてきたんですがまあ今回このような賞をいただいて本当に嬉しく思いますこれからもその思いを、えー、後輩たちに伝えていけるようにしっかりやっていきたいと思います本当にありがとうございました栗山様おめでとうございます 本日の装いもブレザーとパンツこの軽快な装いがこう栗山様らしいというかとても素敵だなと思って拝見しておりました今日の着心地はいかか。がでしょうかあの抜群ですよね動きやすいですしだから普段あのスーツが多いんですけど、まあ、今回スーツの最後大丈夫ですかって、もうこれで大丈夫ですっていう、まあ、まあ個人的には一番好きなスタイルなんで本当に、えー、素敵だと思います。 WBC では日本代表を世界一にしたこの栗山監督の手腕が世界中から称賛を浴びましたご自身のリーダーシップについてはどのようにお考えですかまあ,あ,のあんまり自分では本当にリーダーシップは感じてないですけど、えー、特に選手たちが監督ちょっと頼れないんで僕たち頑張ろうというふうに思って頑張ってくれたというふうに思うのでそれについては選手たちに本当に感謝しています。 まさにチーム一丸でということですよね。私も感動をいただきました。栗山様本当におめでとうございます。はい、ありがとうございました。どうぞご講談ください。まず栗山さん。はい。3月の WBC 日本代表の優勝、もう日本中も得ました。沸きました。日本代表のプレー、まあ世界中の人に大きな感動を与えたと思いますが、それはなぜだったとお考えでしょうか。 僕も実は、えー、ベンチで見ていてむちゃくちゃ感動しましたけどそのやっぱりその選手たちあれだけのトッププレーヤーたちが自分のことは捨てて、えー、チームのためだったり日本のため子どもたちのためっていうふうにこう人のために全力を尽くす姿というのが。 人のために頑張るとこんなにむちゃくちゃ感動するんだって思って見てましたけどそういう選手たちの思いがですね何か皆さんにもしそういうふうに届いたのであれば嬉しいですしそんな思いが感動になったのかなというふうに思います。人のために頑張るって今お話伺っててもちょっと涙が、ね、出てきそうな感じがしますが栗山さんご自身 WBC 日本代表の監督ご経験されて何か起こった変化などご自身の中でありますか いやあの世界一の景色見たいと思って行きましたけど、まあ、勝たせてもらったときには何も見えなかったですね <laughs> あの選手たちの嬉しそうな顔が良かったなっていうだけでただ、まああの、やっぱり人はいつまでも全力尽くさなきゃいけないなっていうのは、はい、感じました。それは本当に日本中の皆さんに届いたんじゃないかなと思います広瀬さん、女優さんという仕事はやはり演技が人の心を動かすかなという,ふうに思います。最近、 ファンの方からの反応で印象深かったことなどありますすででしょうかそうかそね、あのー、私、ファンの方となかなかこう触れ合う機会がないので基本的にはやっぱり SNS になるんですよね。で、私、信じられないぐらいエゴサーチす,するんですよ、もう一日に何十回とエゴサーチを。すすごいですね <laughs> すするんですけどあの、まあ、ドラマが放送しているとそのリアルタイムにエゴサーチをして皆さんの反応を見ていることが多くてあのなんかちょっと力が入ったシーンだったりとかちょっと狙って撮ったシーンだったりとか,なんかそういうことに気づいてくれるファンの方とかがいらっしゃるのでそれはすすごく嬉しいですね頑張り伝わったなっていうのが分かるわけですよね。はいはい そうすると広瀬さんが最近感動されたことっていうのはやはりそういった出来事ででしょうかそうかそすねやっぱり SNS になりますかねあの、今回初めてドラマで30代の役をやっていて私自身が今年29になるんですけどこう頑張る女性にエールを与えたいと思って、えー、お芝居やらせていただいているんですけどやっぱりちょっと私の感覚の話なんですけど中学2年生ぐらいで私、止まってるんですよ。ななんんかいろんなことが 10 10代。代はい、10代で。<laughs> ちょっと止まってるなって思うことがたくさんあるんですけど、ええ、なんか不安が多かったんで大きかったんですよ、うん、なんですけどドラマが始まってからこうアリスちゃんの演技を見てとても元気になるとかなんかそういう言葉をいただけることがすごく多くてなんかそれは本当幸せですし感動日々しています。広瀬さんの演技から感動をもらっている私もその1人ですあ。ありがとうございます。 10代の気持ちだったということを今伺ってあ <laughs> そうなんだという驚きもありましたけれどもちょっとほっとしています私も、はい、あの僕本屋やってるんですけど栗山さん本,本がすごくお好きだということを聞いています、はい、でそんな中で今あの大谷君とかあ活躍されてますよねでそういう彼らにこの本読めとおっしゃったことがあるのかあるいは今だったらこの本読めっていうのがあれば。 教えてもらえませんか、えっとまあ選手全員に配ってたのは「論、え、語、っとそろばん」っていうまあ本なんですけどもまああのえっとそれは翔平なんかも読んで。 難しかったですねみたいなことを言ってましたけれども、あのやっぱり選手たち、なかなかこう読書っていうのを、野球の選手、身近にないので、まあ、座右の章みたいなのをしっかり置いてあげたいとか、あとはあの開幕投手を伝えるときに、まあ、本に手紙を書くんですけど、僕その、その人に一番合ってる本を自分で選ばせてもらって、まあ、渡したり、まあ、いろんな種類の本を渡すんですけど、まあ、僕にとってはすごく本大事なんで、いつもお世話になっております、はい、論語とソロ調べておきまン、<laughs> ありがとうございます。